大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ囲み10分ぐらいですかね。はい、じゃあ今日の感想からまず最初お願いします。はい、ここからでいいですか。はい、もちろん、はい、そうですね、販売イベントできて、またこの本がみんないろんな人に読んでもらえて、いろんな人のパワーになってくれたら、嬉しいなというふうに思います。ちょっと簡単に内容を PR。 ああ、はい、そうですね、この本は前回が自叙伝として出させてもらったんですけど、今回は僕のその人生経験の中で、メンタル面のことだったりとか、心のコンディショニングだったりとか、そういうところについてもいろいろ書かせてもらったり、あとその自分が挫折した時にどうやって乗り越えてきたかとか、なんかそういうこともいろいろ話させてもらった本で、なんで、前回の本と違って本当その見た人がこの本を見て、これからの生き方だったりとか、精神的なところだったりとか、そういうところになんかプラスになってくれたらいいなっていうふうに思って、書かせてもらった本になります。なんか今日はトークイベントとしては男性が本当に多かったっていう、はい、武尊選手の、ね、イベントは大体女性がほぼ大半と。そうですね、多いですけど、そうですね、男性も多く来てくれて、なんか嬉しかったですね。じゃあ何か質問あればよろしくお願いします。今回その試合が終わってからこうやって取材を受けるの初めだと思うんですけど、はい、改めてちょっと体の具合というか、はい、試合で追われた怪我が主なものが、左膝が2箇所骨折されていて、はい、で太ももが筋断裂、はい、イベントの中でもお話しされてましたけど、改めてちょっと怪我の現状を説明してくれてるか、はい、そうですね、筋断裂のところに関しては、ももと腕が筋断裂したんですけど、そこはもうほぼ良くなってて、まだちょっと膝の骨折の方がまだ完治してないんですけど、はい、まあ、あと数ヶ月で治るんじゃないかなというふうに思います。具体的に全治何ヶ月で治ったんですか。まあ、多分 2,3 ヶ月は元の風に動くまで時間かかるかなというふうに思います。イベントでもおっしゃってましたけど、圧迫骨折みたいな形になってる。そうですね、はい。じゃあこういつも通りの練習が再開できるメドっていうのは大体どれくらいですか。まあ多分3ヶ月ぐらいはかかるかなって思います。じゃあ熊本さん、どうだったか、練習を再開できたか、練習したみたいなことをおっしゃったんですけど、はい、どんなことかなって思ったんですか。上半身の動く分にはもう大丈夫なんで、パンチとかから軽く始めてます。現在の目標が復帰戦という話をされたんですけど、はい、その復帰戦をやるというふうに決めたのって試合が終わってどれぐらいですか。ああ、どのくらいですかね。3日目ぐらいでもう次こうやったら勝てるかなとか考え出してたんで、まあ、こういうのを考えるってことはまたやりたいってことなのかなっていうふうに思い始めました。スーパーレックス選手に、はい、あなたのおかげでモチベーションがさらに上がりましたと、はい、言ってましたけど、はい、あれはどういうような意味でじゃないですか。やっぱり、まあ、負けて悔しい気持ちはもちろんあるんですけど、なんか久しぶりっていうかプロになって初めてこうなんか完敗したなっていう気持ちになったんですよ。今まではなんかどっかでいや負けてないっていう気持ちがあったりとか、こうなんかあと1ラウンドだったら勝てたとか、なんかそういうふうに結構思うことが多かったんですけど、今回は本当に完敗したなっていう気持ちになったんで、なんかそれが悔しさもあるんですけど、なんかもっと強くなりたいなっていう思うきっかけにもなったし、そういう意味で、まあ、お礼の意味も込めてメッセージを送りました。試合後はもうこれ以上できないっていう発言が
はい、今はそのもっとすぐ慣れるっていう気持ちになる。まあそこが難しいんですけど、まあ、あの時はやっぱ、まあ、一番練習したし一番体作りも長期間かけてやったし、こんだけやったらもう無理だろって思うぐらいやったんで、だからあの時と同じ体を作るのはもう無理かなと思うんですけど、また違う方法で強くなる方法あるんだったらそういうのやっていきたいなっていうのは思ってる感じです。あの本もそうですけど、武尊選手がこう復帰するっていうのを言ったことでその姿勢を見て勇気づけられる人もいると思うんですけど、はいはい、そういうことに関してはどう思われますか。そうですね、まあ、まだ復帰はちょっと明言はしてないですけど、まあ、そういうふうな気持ちを持って生きてるのはそうなんで、やっぱそういうのでパワーを受け取ってくれる人がいるならもっと頑張りたいなっていうふうに思うし、僕のモチベーションにもなります。膝の骨折の部分なんですけど、これは試合中のどのようなタイミングでその骨折したなっていうのが、1ラウンド目ぐらいにローキックカットしたんですよ。足上げてカットした時に当たった時ですね。そこからもうカットできなくて、ももで受けてたんで。最初のカットの時に、はい、もうちょっとおかしいなっていう違和感が出た。そうですね。はい、あの本の中で、福祉活動の中で、7回のタイガーマスクの話で、はい、試合マッチでもリンクに上がるのはどうでしょうかっていう感じで、読者に呼びかけるような印象を感じたと思うんですけど、はい、どういう気持ちで呼びかけるようになったんでしょう。まあ、そういうのを期待してくれてる人もいるんで、なんかそういう声があったらやりたいなっていう気持ちはあります。今度寄せられたら多分引退したことはあるかもしれないなっていうふうに思ってるかもしれません。そうですね、はい、あのいろいろ許されるのであれば復帰戦を行うとしたら戦いたい相手っていうのは誰になってきますか。まあ、今はもう選ぶ立場ではないかなと思うんで、誰っていうのは特にないですけど、やっぱ、まあ、ゆくゆくはやっぱロッター選手とずっと決まってた試合だったんで、ロッター選手をやりたいなと思ってます。その代わり、でもまあちょっと急に決まった試合でしたし、はい、まあ、取られは非常に楽しいだとちょっとおかしいですけど、まあ、ちゃんと準備できた状態で、また1回の負けを全部してきて、まあ、今はそういう権利はないかなと思うので、まずはロッター選手を。具体的には、もし仮に結束すれば、年内のそれもちょっとまだわかんないですね。体がまだどうなるかっていうのはあるんで、はい、気持ち的にはやりたい気持ちはあります。今までのワールド大会後にはチャトリー会長は武尊選手とスーパーリック選手とロータン選手一度も見たなという基準に期待されているようでしたけども、はい、どうですか。いや、そう期待してくれてるのはもちろん嬉しいし、僕の中でもやっぱあの二人に勝って世界一証明したいという気持ちはもちろんある、まあ、あとはもう体がしっかり戻ってくれたらっていう、それ次第って感じです。あ、そうですか。大丈夫ですか。前の試合の前は今回が当時最後の試合になるかもしれないとおっしゃってたんですけど、はい、前の試合の時には日本で負けたままの姿を日本のファンについているのが嫌なんていうような試合をしたいという話をおっしゃってたと思うんですが、はい、となるとまた今度日本で試合をする可能性はゼロじゃないと思います。まあどうなんですかね、そこはもうワンのあれ次第ですけど、はい、もうやらせてもらえたらやりたいなという気持ちもちろんあります。はい、あの試合の後に與座選手が、はい、武尊選手に代わって俺がスーパーレッグを倒したいみたいな発言をしてたんですけど、はいはい、それに関してはどう思われますか。いや、まあ嬉しいですよね、みんながそうやって敵討ちしたいって言ってくれたら嬉しいですけど、はい、まだまだ僕はまあ現役なんで、うん、
か現役中にやり返せるのを自分でやり返したい。そうそう大丈夫ですかね。じゃあはい、じゃあこれで過去に終了です。はい、じゃあこっち側から行きましょうかね。後ろ白でいいですか。あ、全然白で。それからこれ白の方がいいですか。なんかいろんな他の本が映っちゃうのでまだ白でいいんじゃないですか。いいです、はいはい、じゃあまずこれ行きますね。はい、OK、すいません、お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、お願いします。いきます。はい、ありがとうございます。じゃあ、こちらお願いします。いきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。